米拉桑，我哈哟，空尼吉哇，空班哇。这一次要上课本《伊洛托利》的第五课第二小节，要上什么呢？wasabi wa j o t o 我不太喜欢芥末的意思。这一小节的 g 是能够询问对方，以及能够回答对于日本食物的喜恶。 那就学习相关的词语请看图聆听录音日本の食べ物 A ・刺身 B ・寿司 C ・天ぷら D ・牛丼 E, カレー。F, ラーメン。G, うどん。H, そば。I, 納豆。J, 梅干し。K, わさび。 確認単詞的意思これは中国語で何ですかはい、生于片です。これは中国語で何ですかはい、少司です。也可以说、お寿司これは中国語で何ですか はい、天腐羅です。和台湾の天菩辣不一样哦。これは中国語で何ですかはい、牛丼です。これは中国語で何ですかはい、咖喱飯です。也可以说カレーライス。 これは中国語で何ですかはい、ラーメンです。豚骨ラーメン美味しいですよね。これは中国語で何ですかはい、ウーロン麺です。これは中国語で何ですかはい、ちゃうまい麺です。 これは中国語で何ですかはい、なあどうです。これは中国語で何ですかはい、延命梅字です。これは中国語で何ですかはい、切磨です。听着录音跟着说 日本の食べ物 A 刺身 B 寿司 C 天ぷら D 牛丼 E カレー F ラーメン G うどん

そばが好きです。三。納豆が好きです。四。カレーとラーメンが好きです。五。牛丼とうどんが好きです。六。寿司が好きです。七。 梅干しが好きですじゃあ会話を聞いてください四位被詢問關於日本的食物的食物問題是關於哪一種食物呢請從左圖選出食物的名称填寫1<一>日本の食べ物 何が好きですか私はうどんが好きですそばはそばも好きです何ですかはい、そうですうどんとそばですねに日本の食べ物、何が好きえっと、天ぷらが好きです ええ。ー牛丼もカレーも好きです。そう。なんですか。はい。天ぷらと牛丼とカレーですね。三。日本の食べ物。何が好きですか。私は納豆が好きです。そうですか。 すごい。梅干しは。あ、梅干しは。ちょっと。なんですか。はい。そうです。納豆と梅干しですね。四。<4 S 3> 日本の食べ物。何が好きですか。寿司が好きです。 わさびは大丈夫ですかあ、わさびはちょっと。なんですかはい、そうです。すしとわさびですね。请日聆听一次绘画。这个人喜不喜欢该食物呢请在适当的框格写上勾号。 1日本の食べ物何が好きですか私はうどんが好きですそばはそばも好きですうどんとそば好きですかはい好きです 2, 2 日本の食べ物、何が好きえっと、天ぷらが好きです。へえー。牛丼もカレーも好きです。そう。はい、天ぷらと牛丼とカレー好きですかはい、全部好きです。3. 日本の食べ物何が好きですか私は納豆が好きです。そうですか、すごい。梅干しはあ、梅干しはちょっと。納豆と梅干し好きですか納豆好きです。梅干しはちょっと。 四。日本の食べ物何が好きですか寿司が好きですわさびは大丈夫ですかあ、わさびはちょっと寿司とわさび好きですか寿司好きですわさびはちょっと 听得如何呢？接下来学习词语。食べ物，食物。なに，什么。すごい，好厉害。大丈夫ですか，可以吗？没有问题吗？那么确认句型吧。 日本の食べ物何が好きですか私はうどんが好きです。わさびは大丈夫ですかわさびはちょっと。なまちんわんにいっしゃ。しほん食うし、しぜんやんつしょ 没错。询问喜欢什么的时候，首先使用疑问词“哪里”，然后在句子最后加上咖“咖及提高音调来做成问句。讲述不喜欢的食物时是怎样子说呢？没错，这句型是用来向对方婉转的表达否定的意见。 在这课之中，被问及喜不喜欢某些食物，不想直接说不喜欢时，使用 “jodo” 的意思是“少少”或者“有点儿”。说哇 jodo”，将后面部分省略不说出口，来表示 “jodo dame des” 有点应付不了，“jodo n i g a t e d e s 有点不喜欢。 的意思じゃあ会話を練習しましょう。討論关于日本的食物。日本の食べ物、何が好きですか寿司が好きです。納豆は納豆も好きです。日本の食べ物、何が好きですか寿司が好きです。納豆は 納豆はちょっと。好接下来请你做 Shedwin 日本の食べ物、何が好きですか寿司が好きです。納豆は納豆も好きです。日本の食べ物、何が好きですか寿司が好きです。納豆は納豆は ちょっと。那就跟我練習吧。请你回答问题よ。日本の食べ物何が好きですか納豆はそうですか。接下来请你问我问题。 问我关于台湾的食物好了。Hi，なんですか？焼肉が好きです。大好きです。好厉害，你讲的很好 这一小节的 goal 是能够询问对方，以及能够回答对于日本食物的喜恶。你觉得做得如何呢？一颗星还是很难的，两颗星做到了，三颗星做得很好，请告诉我一下。好，那就继续下一小节哦。 如果你喜欢这支影片，请帮忙订阅、点赞、分享，并开启小铃铛。谢谢大家，下次见。